綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、こんにちは、みゆです。森です。先ほどはアイアンの、はい、フリーコですね。はい、視点を変えないという、変えない。なので次のこの動画では、まあ、ドライバー長いクラブですね、まあ、ドライバー特にちょっと右に行きやすかった、そうでしたね、過去がたくさんありますので、ありますではちょっとドライバー打っていただきます。はい、お願いします。お願いします。手と体の距離気をつけてもらって、さあ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 、嬉しい。ちょっと全然いいね。今日もしかしたら虫がねかもしれないですね。ここだけだといいな。ここだけかな。どうなんだろう。そうそうそう。もうちょっと離れてた。そう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 。あとは視点をちょっと意識してもらって。はい。まだだな。そうですよ。そう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 、こちら回してて、そう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 、ハーフショットでいきましょうね。はい、今ぜひベスト更新して戻って、そうですよね、ハーフだから。この間ハーフな49だったんですよ。そのすごい来たの時初めてかもしれない。確か50切ったのは確かなんかコメントで50切りましたみたいな、そういらっしゃいましたよね。そうさっき切ったなって思ったんですけどこれちょっとね実は焦ってた後ろ裏で、そう先にそう一緒に頑張りましょうね、そうで先に切られるっていう、一緒に頑張りましょうとか言ってたのに切りましたってこうあっさり言われちゃったものだから、えでもやばいやばいってね、なんかそうだコメントでなんかだいぶでもあっさり言われたものだと思ってたんですけど、やっぱり裏では努力されてたんだっていうコメントをまたいただきました。そうですよ。なんかほぼ毎週なんかラウンドされてたみたいなコメントをいただいてました。あ、そうなんですね。じゃあ毎週行かないと。行きましょう。行きましょう。皆さん行きましょう。なかなかな。あと追うように切っていった感じですね。別の方にもね、もうちょくちょく報告してもらって、確かに私のやる気に。そうですね、左に曲げてって左に、はい、あそこの今直線面のポールよりも左、左より左、絶対左、はい、絶対左、絶対左、右に行ったらどうします。そこでスクワット10回とかさなんかご飯おごりとかかなとか思ってたんですけどいやいや、バッツがそういう体育会系でした焼肉おごりとか言おうとしたらそれは大人がやるかっていうのは、あのそういうお金の力使って、あ、なるほど、大人の力がそれはふわっとまさかの体で返すなんか表現良くないよね、語弊が語弊が出そうなちょっと待ってくださいね、左、そう、おお、いいじゃん、いいじゃん、そう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 、いい、めっちゃ意識しましたよどんだけ嫌なんだよっていうでも今そのイメージしてもらった時ちょっと気づいてないかもしれないけど、軸中心にくるって回れたんですよ。その前までどうなったかって言ってこうなってたんですよ。ああ、そう、今それがなくなってた。へえ、そのイメージだけでも変わるから、そう、じゃあと何球つまうか、3球やろ、3球、はい、30回スクワットか20回スクワットか、たまた0回なのか、なんでそれはもうみゆちゃん次第だって私何もしてないみゆちゃん次第、左に左に、なんかギリギリだったよね、上に上がったから良かったみたいな、レッドが
いやなんかちょっと今カメラ入ってたか分かんないけど手震えてました。なんか乾いててこんなんなんで緊張してきたかも。すごい手震えてた。止まってやクワッとどんだけ嫌なんだよって。でも実際回避した感じで。よし、10回どうぞ。10回どうぞ。スクワットってどれでしたっけ。 足ちょっとこう肩ぐらい開いてもらって、はい、そう、さっきちょっとここあの股関節のストレッチした時に、うん、なんかハマる位置あるって言ったりありますか。そう、そうスクワットしてほしい時に気をつけてもらいたいの。普通に、うん、まあ、これ罰ゲームとしてもやってもらうんだけど普通にもしかしたらご自宅でスクワットやってる人いるかもしれないから、うん、気をつけてもらいたいのが、まあ、足肩幅か、まあ、肩幅強ぐらい開いてもらって下げてった時に結構あるのがこう膝がつま先よりもこうやって、ま、前に出ちゃう。そうそう、すごい膝に負担かけちゃうから絶対つま先よりも、あ、そうだ、膝が前に出ないように落としていく。そう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 、それ1回1、そうそうそう1、そうそうそうで、その時さっきの膝内側入りやすいから気をつけて。はい。そう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 。いい。そう。そう。そう。膝開いて開いて。そう。で内側開く。はい。そう。っていうことは内側の筋肉弱いってことですからね。それ。へえ。こっち外側に入るとこっち使うから。そうなんだ。そう。内側。だから女の人って確かにそうですよね。内側筋肉多いんで、うん、外側使いやすいんですよ。ただゴルフってどっちかって言ったら内側使うから。へえ。そうだ、さっきの一番最初こう軸の傾きにつながっちゃうとかこうしたじゃないですか。こうなっちゃうよみたいな。あの股関節使ってる感じほらないですみたいな、うんうん、で。その股関節って内側にあるじゃないですか。はい。だから上げてった時に内側使うのとこっちの筋肉も使うんですよ。この筋肉使わないと股関節も使わないんでこうなるんで、ちょっと使っちゃうと踏ん張れないと。踏ん張れない、そう、流れるんですよ。右左右ってこう流れていっちゃうんで、そう、その内側ちょっと鍛えたのに膝の向きをつけて、あと5回。え、今8回くらいまで行ってましたよね。あれ、はい、あと5回、はい。そう、はい、し、そう、はい、ラスト、そう、はい、ラスト1球。これからハーフ回るのに。本当にグダグダになっても知らないな。ただドローボール打ってとかって言ってるわけで、あのボール左だったら OK よし、はい、そう。左、さっきの視点だけ忘れないように、はい、左、うわ、キワキワキワ転がった先はなんかまたネットでうまい具合に左なんですけど、いけるぐらいいい球で終わりたいし ね、 そうですね、確かに。あの気持ち楽にしてもらってもさっき終わってるんで、はい、はい。一発ちょっと左に曲げてもらいたいな。うん、はい。うわー、今、もう一回。はい。振り子のお話したじゃないですか。はい。ちょっと振り子が原因か分かんないけど、バックスイングでヘッドだけこうやって上がっていっちゃってる。いや、肩が回ってないんで、そう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 。しっかり回してってあげて、背中の後ろが、そう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 。はい。うん、そう、オッケー、ナイス。それちょっと忘れないように、はい、上げていくときに体を回していって、そこから先は振り子のさっきのこの視点ずらさないようにっていうのだけ意識してください。はい、はい、ちょっとそれ意識して、はい、したら次、はい、ラウンドにコースに実践で実践で行ってきましょう。行きましょう。コースに行きましょう。お願いします。お願いします。じゃあとりあえず練習の練習は以上と、はい、なりますので、はい、いいコースでちょっと頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。